八戸市にある渚カフェ。そこはたっぷりの野菜の恵みから心と体に栄養を蓄えられる空間。食育料理家の渚直子さんとともにお弁当箱を季節のギフトで満たします。10月はさつまいもご飯弁当。今週は鮭とキノコの照り焼きを紹介します。キノコといえばダイエットの効果を期待できる野菜ですよね。はい、キノコは食物繊維が豊富でヘルシーで腸内環境を整えてくれてきれいにしてくれるんですけれども、今日組み合わせていく鮭も低カロリーで高タンパクで、さらに不飽和脂肪酸がたっぷり含まれているので、今日はどっちのバランスもいいヘルシーなおかずです。材料はこちら。キノコはしめじを用意します。ふっくらとした鮭とキノコでご飯が進む一品になります。鮭は3センチ角の大きさにカットして、塩小さじ4分の1を振っておきます。しめじは石突きを取ってほぐして、ネギは5センチ幅にカットします。フライパンにごま油を入れて、鮭を皮の面から下にして両面焼きます。隙間に長ネギを入れて、少し焦げ目がついたらしめじを加えて焼きましょう。そこに酒、みりん、醤油を入れてタレを煮詰めて完成です。鮭の身が崩れやすいので、煮詰めるときは箸で混ぜるよりフライパンを振って優しく扱いましょう。優しい醤油味に秋鮭の旨味、甘いさつまいもご飯がどんどん進む味です。来週はおつまみにもなるおかずを紹介します。